皆さんこんにちは、赤浮きわっちです。今日はローソンさんのカンコレみかんゼリーと、この女神マガジンにカンコレのいつみの記事が載ってましたので、紹介します。で、なんとこんな大きいポスター、道しおちゃんとしぐれちゃんのポスターがついてました。じゃあこっちのみかんゼリーなんですけど、とこっちはしぐれちゃんのと、あともがみちゃんのになってます。で、これしぐれの回すと、この髪飾りと、山城からもらった髪飾りと、とこちらが手法になります。で、このもがみちゃんの方はと回してみると、と随雲と、次がこの手法がやっぱり描かれています。じゃあ食べてみたいと思います。これが取れた状態です。開けてみます。すごいジューシーです。ジューシーなゼリーです。すごいこぼれそう。とこれこんな感じです。すごいプルプルして美味しそう、よし、食べます。美味しい。ちょっとこう甘酸っぱいみかんって感じの味です。めっちゃ美味しいですね。冬にぴったりで、皆さんアニメのカンコレの2期見られてると思うんですけど、ちょっとかなり毎回楽しみにしてるんですけど、まずトシテイトクの主題歌の歌声も最高ですね。なんていうか心に響くような曲、歌声で、本当にもうそれが毎回聴くのが楽しみです。で、あと一気に比べて絵がすごい大人っぽくて、こっちの絵もとっても大好きです。で、しぐれちゃんって今までこうちょっと大人しいイメージだったんですけど、私こう意志が強い、こう元気な女の子になったと思いました。あと今回妖精さんも活躍してて、ほんと落下傘へ飛び出したりモール信号を打ったり、すごい優秀な妖精さんなんだなって思いました。服装が被弾してた時にすごい後ろの炎が缶に映った炎がすごいリアルで、めっちゃ心配したんですけど、主力艦隊が来てくれて、特に金剛さんが急にこう出てきて、あ、金剛さん来てくれたと思って本当にほっとして嬉しかったです。これからの海峡製品すごい怖いんですけど、まあ、あれ多分山城さんと不動さんだと思うんですけど、これから勝てるかどうかちょっと見守っていきたいと思います。でも本当にこんなアニメ久しぶりにハマりました。もう何年も楽しみにしてたんで、カンコレの2期これからも見ていきたいと思います。カンコレいつみの特集が載ってますんで、皆さんにおすすめです。ここにも載ってます。今日もありがとうございました。ではまたです。